でも今日本当僕も参加するんですけど、あのトリニダードプレイヤーに昇格できる試合をぜひ見てもらいたいんですけど、僕は本当ジョーノ君が優勝すると思うんで、ぜひジョーノ君に注目してほしいなって思います。摩擦やるなあ。今日あ出てきましたね、ジョーノ君ね。はい、わあこれ面白いな。社長は予想は誰が優勝すると思います？いやマルケス安定してるよね。フォームがやっぱりちょっと安定してる感じするな。じゃあ僕は同じロビンだった竹本さん。ちょっと待って、ちょっと社長の悪口とか言ってないですよ。いや、マサツさんのユニフォームものすごいいいですよね。僕今日初めてマルケスさんのダーツ見るんですけど、なんかものすごいすごいらしいんで、多分今までのカウントアップ選手権で一番良かったのが前トリニダードプレイヤーだった山本信弘さんと思うんですけど、その人が多分1160点ぐらい出してたと思うんで、それが更新されればいいと思うんですけど。あーもったいない、ナイスオン。コウグさん伊藤聖子に似てるって。あ初めて見ます、僕。あーナイスアップ。今ホセ、スペインにホセって選手がいるんですけど、今回 PDC に参戦するために来てな来れなかったんですけど、その2人と一緒、その2人がゴグかな。トリニダード流れはまあまあ浅田聖子とその3人が同じぐらい。ああなるほど、かなっていう感じですね。マルケス、浅田聖子、ホセ、この3人が、でそのちょっと下に山田裕貴みたいな、そんなイメージかな。ヤンマーさんこういうのなんかあんまりいいイメージないですもんね、うん、カウントアップ選手権とか。ヤンマーちょっとね、あのヤンマー結構ねこう長く投げないとダメ。あでも多分ハーフヒット選手権は僕行くんじゃないかなと思うんですけど。いやいやいや、厳しいですかね。簡単にはいかないと思うけど。ハーフヒット選手権のメインカメラは誰になる？あーナイスオン。でも厳しいやろうなこれは。あー乗った。おおー痛恨の、これ最悪のパターンだね。上に乗ってまた乗ってみたいなね。これはこれやっぱサイドに回んないとダメだったんだけどね。あらーこれももったいない。これあーまあ最低限摩擦くんリズムいいよね。これでちょっと分かんなくなったね。多分竹本さん今一番有利ですからね。あーもったいない、これでみんな五分になったっすね。ああ最低限。あ、ウォーミングアップしてくる？ウォーミングアップそうっすね。はい、じゃあウォーミングアップしてくるそうです、はい。ありがとうございました。あ、ホセじゃないよこれ、マルケスだよ。なんでホセ？あ、ホセマルケスだ。すみません、ホセマルケスです。申し訳ないです。さあ、マサツくん。昨日はね、昨日はヤチ選手に苦いパーフェクトデビューを食らいましたけど、これ先手いかないね。予選で行って本ちゃんでいかない。
それで有利になったのが摩擦か、摩擦選手か。さあここでハット来ました。いい経験になったんでしょうね。このホセと TV がさっき言ってるホセ、あ、別人です、すいません。ホセマルケスともう一人、ホセソーサー、ホセソーサーっていうのですね、スペインの選手です。あった摩擦。いやでもこのリズムすごいな、摩擦の摩擦のリズムすげえな。これで摩擦選手が一気に踊り出たのか。いやー分かんない。竹本由伸頑張る。摩擦は賞金出ないのか。摩擦選手は賞金出ないんですよ。はい、お年玉は出ますけどね。お小遣いは出ますけど。そうです、あのパーフェクトはね賞金もらえないですよ。あれはちゃんと自衛隊の方にも申請してるみたいで。ああさすが。え、あ、申し訳ない。一定額まではもらえるの。あ、一定額まではもらえるそうです。おー来た、乗ってきた、乗ってきた。道楽だから強い。道楽じゃないと思いますよ。彼は一生懸命ですよ。今日はトリニダードじゃ全員ではないですよね。はい、あの予定とか日程があって出れない人もいます。あ、これで、竹本選手さようなら。やっぱトッププロはやっぱリズムがやっぱいいっすよね。さあこれどう、まあ先手はもうちょっとブルでは難しかった。さあホセマルケス、これちょっと取り戻してほしいですね。アンラッキーノーブルがあったんでね、やっぱあそこはやっぱちょっとね、移動攻撃、バレーでいう移動攻撃ってやつですか。いやーさすが。摩擦選手はですね、自衛隊の演習でもですね、トリニダードマルチスタンドを出してですね、はい、持って行って、練習してるそうです。あー来たー、ナイスを得て。たまにブラックみたいですね。これで摩擦有利になりましたね。はい、これで、ジョーノが落ちた。感じですかね、ジョーノ選手ちょっと厳しい感じですね。そのまま残ってもらって、行きましょう。さすがだなー、ノーブル2ラウンド目のノーブルでどうかと思いましたが、ここまで持ってきました。さあ摩擦、これで五分だな。あ、でその後さ、女子も待たしとってる、高い静か、もう、パパもう待たしとって。一回あれ、ガウン着せるから。はい、6点ですね。決勝はもう一発勝負です。はい、この後もアマチュアの試合もあるんで、この後はですね、ハーフイット選手権がありますので、それをお楽しみください。さあ、ジョーノ選手も60ですね、これは。そうですね、60狙う。19に行く、あ、ブルーに行ったんですね。先手行った人が、まあね、決勝ですからね。さあ、マルケス、
安定感抜群ですね。さすがです。やっぱりダーツを自由に操る男、ホセ・マルケス。たまにね、ふとした素振りでちょっとマフィアの匂いがするんですけどね。さすがです。優勝は摩擦だ。さすがだ。うまい。摩擦すごい。昨日はね、初パーフェクトさんで辛い思いをしましたが、優勝摩擦選手、じゃあ表彰していきます。じゃあその後すぐ準備して。先端だってこだわりたい。新登場コンドルティップ、その滑らかさとしなやかさでスマートにダーツ、今までにない最高のフィット感。もう前を離さない。コンドルティップ。